実は R34 には標準装備でついてる車両もというかオプションで選択ができたらしい装備なんですが、この車両にはついてなくて、いろいろと日常使いする上で不便に感じていたトランクオープナーをね、今回は装着していきたいと思います。トランクオープナーっていうのは何かっていうと、まあ、今では当たり前のようについてる車が多いんですが、トランクを開ける装備です。ちょっと何言ってるかわからないんですが、トランクをこの R34 は、まあ、ここのトランクの手動でトランクのロックを解除して開けるか、トランクについてる鍵をひねって開けるかのどちらかしかありません。で、買い物から帰ってきた時って基本的に荷物持ってるんですよ。なんで荷物持ったまんま鍵を取り出して鍵穴に入れて回してトランクを開けるっていうのはちょっとめんどくさい。というわけで今回はリモコンからトランクのロックを解除できるトランクオープナーを装着していきたいと思います。まあ、値段的にもね、いくらだろう、これ2000円くらいで買えるものなんで、まあ、取り付けさえ、まあ、取り付けもそんなに面倒くなさそうなんで、まあ、2000円で付くならねいいかなっていう装備です。これできっと劇的にねトランクを開ける作業が楽になることでしょう。トランクを開ける作業楽にしてどうするんだって話だけど、まあ早速作業の方やっていきたいと思います。さあというわけでトランクオープナーの装着が完了しました。見てください、これリモコンでトランクが開きます。ただそれだけなんですが、やっぱりリモコンでね開くっていうのはいいですね。ちょっと近代化改修になったんじゃないかなと思います。鶴岡も今回はこのなんか34はここにトランクオープナー取り付けてくださいっていうような穴がねいい場所にあったんで装着楽でしたが、トランクの内張り剥がしてなかなかこれつけの大変だぞっていう人は、まあ新規の穴開ければ別にいいと思うんですけど、みんな開けたくないと思うんで、導入しようと思った方はぜひ一度トランクの内張り剥がして装着できそうかなっていうのを確認してからやってみてください。というわけで今回はこの辺で終了したいと思います。じゃあお疲れした、バイバイ。